進化するアナログプレイヤーの中でも究極の形を作り出した男は日本にいた。47研究所、木村淳二。まず目を引くのは、ターンテーブルが2枚になった不思議なスタイル。これは木村がオーディオデザイナーとして40年以上にわたって培った技術と独創性が実を結んだ形なのだ。さらに驚くのはその動きだ。2枚のターンテーブルがそれぞれ逆方向に回転する。作用・反作用の法則を利用し振動を打ち消す理屈だ。しかも2枚のターンテーブルは1つのモーター1本のベルトで動いている。このアイデアそのものはね、もう30年ぐらい前にふと思ってたんです。多分面白いだろうなと。これまあ実はあのターンテーブル2枚ともマグネットで浮いてるんですけど、まあ、当時は そんないいマグネットがなかったから、そのこの1枚これ3キロぐらいあるんですけど、2枚で6キロですから、それをこうマグネットの力で空中に浮かしておくっていうのはほとんど不可能だったんですね、当時は。で、まあ、最近その非常に小型で強力なマグネットができたもんで、まあ、実現できたわけですけど。新技術の導入が理想のプレイヤーを生んだ。まあ、マグロで言えば、まあ、冷凍して我々口にするわけですよね。そうするとその、解凍をうまくしないと味が落ちるわけですよね。だそれと同じで、そのレコードを作る過程で情熱を持ってやっていただいている方だったら非常にいい冷凍したものができると。そうすると我々がそれを受け取って、じゃあいかにそのうまく解凍するかっていうことだと思うんですよね。音に弾力性があるっていうのか、躍動感があるっていうのが、ウキウキする感じがあるんですよね。で、CD がその辺がどうしても表現しにくい。そこで木村は CD プレイヤーも制作した。木村の CD プレイヤーにはアナログプレイヤーの趣が漂っている。ディスクはデータ面を上にセットしネジで固定する。それはレコードをターンテーブルにセットする様に似ている。ボタンを押せばアナログプレイヤーのトーンアームのように読み取り部が移動、再生を始める。回転中の CD の動きが目で見えるため、気がつけばレコード同様に回る CD を見つめてしまう。 CD ってすでになんか剥がれてきてるようなのも出てきてるんですよね。で、アナログっていうのはそれは傷がついたりしてプチ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 言うかもしれませんけど、まあ音が出なくなることはないと思うんですよ。で、それでじゃあ CD、 そういう CD どうするかって言ったら捨てるしかないわけですよね。そういう意味でなんか持ってる喜びっていうのはどうもあんまりこう根付いていかないんじゃないかっていう気がするんですけどね。将来 CD は別のメディアに変わっているかもしれないと木村は言う。まあ、アナログの時みたいにジャケットからレコードを出して置いて拭いてっていうような儀式というか手続き踏んで皆さんやってるのを、ある程度そのぐらいのことやったっていいんじゃないのっていう気は してるんですよね。もうとにかく電気に頼りすぎ、もう何でも電気でやっちゃおうっていう傾向があって、やっぱり原点例えば手回しの蓄音機の方が絶対音いいですよ。もちろんシャー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 言いますから、いわゆる今でいうハイファイ的に見たら落ちるかもしれませんけど、その出てくる音の勢い、エネルギー感っていうのはやっぱりね、電気使ったら今んとこ出ないです。電気に頼りすぎないレコードこそが最